いける。勝ちましょう。さあ、でも言うてもね、俺アンチテーゼ久しぶりだし、なんかめっちゃ緊張すんな。普段のようなね、綺麗な立ち回りが使えないっちゃ使えないので、まあしゃあないけど。まあとりあえずね、アンチテーゼはこんな感じにね、ビジョンベースっていう分身を使って戦っていくステージなので、まあちゃっちゃかやっていきましょうか。これで抜けれればね、何の問題もないので。よし。とりあえず一面クリア。いやー、最高難易度に今挑んでんだぜ、この端末で。ちょっと信じられないよね。だいぶ信じられない。こんな感じでいきますか。いやー、火力がなかなか出ないな。火力が出ない。きついのか、やっぱり、さすがに。さすがにきついのか。いや、でもまだわかんないよな、全然。ここの疑心暗鬼、縦勘ですごい削れそうなんで、ガッツし行きましょう。いけ、よし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 、2面突破。いや、ただ HP が低い、マジで7万5000しかない。結構怖い。しかもウンボの回復もないっすからね、 HP ので。問題ここっすよ。ここが割と難所だと思ってます。 OK。いや、ここ苦手なんだよね、もともと。痛い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 。やばい。いやー、無理か。やっちゃったー。死んだかな。ハート開いてくれ。ちっちゃい。ちっちゃいけど、あれを取るしか未来がない。あー、死んだー。いや、きついのか、やっぱ。まだ挑むよ、さすがに。もっとくそー。とりあえずバトル3戻ってきました。問題はこの一手だよな。ここが本当に苦手なんだよ。大雑把に行ってみるか。これぐらい大雑把に行ってみよう。うわ、マジかよ、通れてないのかよ。いや、まだ分からん。まだ耐えれるかもしれん。OK!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  バトル3突破。ここが間違いなく俺一番苦手だったから、よかった。なんとか抜けれて。もうどうもね、うまく描けんのよね、あの角度が。よし。こんなもんでどうだろうか。 OK。 よし。OK。 まあまあ、でもまあまあって感じですね。痛い。火だめがやばい。いやー、本田さんやりますね。強いっすね。いいっすね。まあ、地雷は確実に回収しとかないとダメなんで、地雷回収しながら OK。
痛い。めちゃくちゃハート欲しい。ちょっとここちきります。ハート取ります。よし、オッケー。まあ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 、全然まだいける。痛い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 。よし、キンハ。よし、オッケーオッケーオッケー。いやこれ本当にいけんのか。よし、とりあえず突破。いやー勝てるのかこれ。この次ボス戦かな。まだあともう1ステージあったっけ。ちょっと忘れちゃったや。いけ。でここは案外霧とかもないんで、あの適当に弾いた方が安定はする。いけ。よし、まあ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 、割と数は減らせましたね。いやこれまずくねえか。うっそ、こいつらのでかい攻撃なんだろう、わからん。そもそも耐えれるものなのかどうかも知らんし、適当に弾いちゃったし。マジか。マジかー、もう何やってんだ。そうか、ちゃんと割と紋章とかついてたもんな。それでの火力だっただっていうことが改めて思い知らされる。ボス戦。まだボスだぜ。ボス来てこんなに盛り上がってんの俺だけじゃねえ、今アンチデーズやって。まあ無難にね、無難に行きましょう。ここは攻める場所でもないので。オッケー、雑魚処理終わった。いやーガッチスやれた。よし、まだいける。 HP さえ管理できればまだいける。戦えるとこまで全力でいきましょう。オッケー、オッケーオッケー。いいよ、見えてるよ。どうやって行こうな。あ、もう全然ダメじゃん。何してんだ。疑心暗鬼キラー乗ってるもん、やば。踏んでるよねさすがに。うわっ、うっそだ。しかもハート取れねえし。あーもう何してんだ、ほんとバカじゃねえの。よっしゃー、ボスまた戻ってこれた。今降臨から1時間経ったとこっすね。だからまだやって1時間は経ってないのか。いやーマジこのクエスト頭使うな。
行け、よし。まあ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 、1体やれたし、オッケーオッケー、まあよしとしよう。オッケー、ただちょっと急がんとな、割とガッチェスが火ダメがえぐいから。オッケー、よし、地雷管理もオッケー。でこれ次横貫したいな、できれば。でハートも取りたい。よし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 、ダメージ入ってる、ダメージ入ってる、いいよ。痛い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 、うん、待って、ここで抜けないと負けじゃね、地雷取れねえもん。頼む、よし、オッケー、危ねえ。オッケー、オッケー、いい削り。いや勝てるか、頼む、この夢を現実にしてくれ。いや自分でねやんなきゃダメだよね、してくれなんて言ってちゃダメっすよね、そんな風感じゃない、ここはてかんでよかったかな、まあいいや、どっちでもよかった。あれ金派にしたかったんだよね、縦勘だったら絶対抜けたからさ。剣までは届かんかった、剣も欲しかったな、欲を言えば。いやすげよし、オッケーオッケーオッケー、いいよ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 、オッケー。
よしよし、いや、まあ、しゃあない、地雷取ることが最優先だった。いやでも HP 全然削れてねえよボスの。耐えてくれー、開いてくれマジで、ハート開いてくれ。よし、足らない、いけるかわからない。あということで、アンチテーゼ降臨時間があと20分で終わります。ちょっとここら辺で勝負かけようかなと思います。フルアイテム、もうこういう時のためにアイテムは縛らなかったどうしても勝てないクエストが出てくると思ったのであえて縛りませんでした。そしてビスケットも行きましょう。もう知らねえ、全部破壊してやるよ。ああ、やっちゃった。押しちゃったよ、俺。いや、でも行こう。勝ちゃいいんだから、勝ちゃ。勝って、5体落として、全部の箱から。10体で、アンチテーゼ1体。作ってやろう。